休憩前に引き続き会議を開きます。会議時間を延長します。この際、お諮りいたします。お手元の端末に配布いたしておとおり、本日の日程に議事日程第4号の1を追加いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって議事日程第4号の1を本日の日程に追加することを決定いたしました。日程に議第3号議案、被爆体験者の一刻も早い救済を求める意見書についておよび、日程3議第4号議案、被爆体験者の一刻も早い救済を求める決議について、以上2件を一括議題といたします。お諮りいたします。以上2件につきましては、委員会付託を省略することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって、以上2件につきましては、委員会付託を省略することに決定いたしました。提出者の説明を求めます。29番、山谷義弘議員。ただいま議題となりました議第3号議案ほか1件について提案理由を申し上げます。まず議第3号議案、被爆体験者の一刻も早い救済を求める意見書について申し上げます。被爆体験者の救済は数十年来の長崎市県両議会の悲願でありましたが、本日長崎地裁において被爆体験者の一部を被爆者として認め、県市に対し被爆者健康手帳を交付せよという判決が下りました。2021年7月、広島高裁判決では、黒い雨地域にいた人を被爆者として認めたにもかかわらず、長崎の被爆体験者は同様の状況にあったにもかかわらず除外され、被爆体験者、長崎市、県、両議会の願いは却下されてきました。被爆体験者は高齢化し、一刻も早い救済が求められています。よって、長崎県及び国に対しまして、長崎地裁判決を受け入れるとともに、長崎の被爆体験者も広島の黒い雨体験者と同じく、被爆者援護法第1条第3号に該当するものとして、掲げる11の疾病があれば、被爆者と認め、速やかに認定し、速やかに被爆者健康手帳を交付することを強く要望し、本意見書を提出しようとするものであります。次に、議第4号議案、被爆体験者の一刻も早い救済を求める決議について申し上げます。被爆体験者の救済は、数十年来の本市議会の悲願であり、長崎地裁における判決は、この上なく喜ばしいことであります。長崎市、県及び国においては、控訴をせず、長崎地裁判決を受け入れるとともに、長崎の被爆体験者も、広島の黒い雨体験者と同様に、被爆者として認め、速やかに被爆者健康手帳を交付することで、被爆体験者を一刻も早く救済するよう強く求めるものでございます。以上、2件の案文につきまして、お手元の端末に配布していたしておりますので、ご確認をください。よろしくご審議の上、ご賛同賜りますよう、お願い申し上げます。以上で提案理由の説明を終わります。これより質疑討論を行います。質疑討論を終結し、ただいま議題となっております、議第3号議案及び議第4号議案、
以上、利権について一括して採決いたします。各案を可決することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって、議第3号議案及び議第4号議案は全会一致をもって可決されました。なお、ただいま可決されました意見書及び決議につきましては、議長において関係機関などに対し提出または送付したいと思いますので、ご了承をお願いします。本日議決されました事件について、その軸、数字、その他の整理を要するものにつきましては、会議規則第41条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって、これらの整理を要するものにつきましては、議長に委任することに決定いたしました。以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。次回の本会議は明日10日午前10時から開き、市政一般質問を続行いたします。本日はこれをもって散会いたします。お疲れ様でした。